変えてからは割と相手に対してさすがベルマーレン、このさすがベルマーレンなんですよ。山口戻し、古橋来た、ワールドクラスのサイドチェンジから最後サイド攻略仕留めた絶好調男古橋、今日2ゴール。いやこのサイドチェンジ、まあ、西野アウトサイドも見事ですけれども、これ3本ワンタッチが続いてるんですよ。ここ全部ワンタッチなんですね、ここからね。これなかなか、これだけ広いエリアですね、長いボールで動かされたらやっぱり守備ついていけないですよね、ワンタッチでね。その正確に、まずは今お話ありましたけど1本目のサイドチェンジの質ですよね、はい、まあ、見事です、早くて正確でね。要は速いボールでサイドが変わると西に考える時間が